お疲れ様です。今日はマーク作18日目やっていきます。というわけで、さあ現在5890ね、もうすぐ8000に到達しますと言ったところで、最多登録がね、まあ僕の自己ベストがね、6150なので、マジもう、今日と次で更新になるかどうかっていうところなんで、ちょっとね、もうここまで来たらさすがに負けられないよと、もう感想隊にいます。はい。半分ぐらい感想と当たるかなと言ったとこですかね。今日も集中してやっていきます。まずね、カード集めから。で、これがぶっちゃけ大事なんだ。いや、マジか、早くね？この特別セール。いや、すげえありがたい。すげえありがたいんですよ。まあ、アリーナ上がらない問題あるんで、そう、次のね、まあ、6000からトロ上げをするために、6500に行くにはね、まずこのキングの旅路を36に上げないといけないんで、まあそういった意味でも、このセールはすげえありがてえけど、お財布的なやつがしんどいな。セールきすぎて。正直来なくてもいい。まあ買えますけどね。はい。というとこで、全部購入しました。まあせっかくなら使うか。てか負けるのが一番良くないんで、ちょっと目がないと。え、カンストまであと1枚。カンストじゃない。13まであと1枚だ。これどうにかなんか悪あがきしてゲットできるプランがないのか。いやー。ちょっと待って、この辺でさ、いやー、ないないない、なんか降ってこないかい？さあ、バナー取り開けろと。開けて。なんか可愛いやつ出れば採用するんですけど、エリババを超える。さあ、エリババで行こう。また今手に入れたね、スーパーレアカードも系も、うわー、やば！強すぎんか。ウォールブレイカー上がるぞ。ヤナメ、ヤナメ、ちょっと待ってよ、スケを12にするか、自力で。自力で12か、ヤナメの13の方がいいな。ロケット押し処理できるようになるんで、カンストの。よし、これで、だいぶ成長してる。全部あとちょっとでね、ワンランク上がります。さあ、そんな感じかな。レアのトークン余ってるんですけど、まあ、使いたいところがない。本当に。使いたいところがないんで、まあ、750枚。まあ、持っとけばいいでしょう。よし。いやー、さすがにもうないっすね。たまたまショップにあったらすごい熱かったんですけども、これもない。え、これさ、本気出す？これ、10エメラルド、本気で、ちょ、やっていいっすか？メガナイト、ガチで、まあ、13強すぎるんですけど、まあ、負けないため、あと1枚なんで、10エメラルドでね、はい、できるし、ウルトラのトークンも持ってます。はい、いきます。ちょ、ガチ頼む。初めて使います、旅商人。カースト。メガナイトこれは上を譲る、上を変えればいいんだな。いきます。はい。おい、ふざけんなのおい。バカバカバカ。わ、これ完全運ゲーっすよね。わ、やば、引き割る。ちょ、待ってくれや。ちょ、もう一回いきます。ちょ、3回ぐらいまでならいける、余裕で。ぽい。おい、待てっていや、10エメラルドだけど、これやるごとにエメが上がるとかじゃないのがまあ救いなんですけど、ちょ、マジでお願い。エメ大事なんでね。これに30エメ普通にやばい。頼む。うわー、よろしい。さあ、メガナイトもらいましょう。これってフェニックス上げるとどうなるんですかね。お金減るとかないよな。さすがに。フェニックス上げて。よし、メガナイト手に入れた。ん？このトレードで。よし。あ、待って、お金減った。あ、ミスった。え、今普通に OK 押した。え、ガチやばい。2万ゴールド失った。あ、え、え、ちょ、待って、お願い。あー、やばい。マジでバカ言った。わ、やらかした。やらかしたけど、あ、マジで、ガチで、2万ゴールド全然普通に押しちゃった。全然押したんですけど、ちょっと、ガチで、お金欲しい。お金欲しいんで、あまりに余った鍵は開けて、あ、やばい、8000。うわ、バカした。あー、いや、なんで魔法のコインちょっと取ってきます。いや、いや、待てよ、取っとく意味がねえな。これ冷静に考えれば魔法のコイン使うとこがだいぶもうなくなってきてるんで使います。さあ、魔法のコインぶっ壊れでメガナイト13。いや、経験値もらえるのも幸せですね。メガナイト20枚はもう自力で、はい、集めたいと思います。よし、行こう。もうあとは勝つだけですね。あ、で、スケルトンを、いつも通りね、強化します。行きましょう。あとは勝つだけ。6000まで、残り4勝です。
タワーレベルは12。なんか13とは当たんないっすね。仕様なのかな多分。ガチで集中。ここで負けるのだけは本当に良くない。ユニレベルもだいぶ仕上がってんだね。さあ、とりあえずスケスパ。えぐいえぐい。これマジ山向きたら終わる。え、てか、レイジやべえ。さあ、とりあえず耐えました。はい。あっちゃフェニー、ランバーミニペネ、ハシマヤ、ヤンキーってことね。これ何が来んだ？およ？え？はい。はい、謎来たー。まあ、嬉しいんですけどね。企画潰しだろうな。まあ、まあ、まあ、許すか。まあね。何とも言えんすね。さあ、残り3勝っすね、これで。まあ、切り替えてね。ランバーミニペッカね。一応なんか今までやってきて、苦しいのが、あとゴーレムとなんだろう。ゴーレムとバルーンと、ま、あスパーキーもちょっと怖いです。え、ってか、え、フルカンや今の相手。譲ってくれたんかな？えぐくね？全部完走っす。ビビるビビるビビる。いや、こういうのがね、もう来るんでね、このトロタイは。さあ、残り3勝いきましょう。全貫数やばいな。まあ、タワーが14じゃないな、救い。さあ、タワー12。うん。ファルチ。マジで。このアーチ渋いんすけどね。することがちょっとないっすよね。踏んで溶かすインドラ。このデッキはね、インドラがまあ嫌っすね。そのメガナイトがね、活躍できないんで。確実にね。いやー、今フェニックスやられてもよかったな。オールブレーカーだけいって、さあスケルトン、テスラと、おー、まあ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 、まあ、インドファルチね。キョスケ。スケラーかな。スケラーか、まあ、ゴブリンバレル、ホグとかの可能性があるのと、一応トルネードの警戒をね、していこう。シバトルネードとかしてくんないかな、これ。グメアイスピ。スケアイスピ。まあ、レベル的にはそんなか。まあ、近い。いや、メガネって13でかいっすね。なんか、もうゴリ押し。キョスケミニペファルチェとか来た時にレベル12だと秒で突破されちゃうんですよ。このインドラとかさ、ちょっとうまいっすね。さあ、ボム14でよかった。いらないっすね。スケアイス、いいっすけど。でも今回の相手、呪文がなさそうだな。呪文ないともうね、バレル、ウォールブレイカー、これやりたくなっちゃうな。ファルチェ、ケツと被ります。はい。いやー、強い、強い、強い。バレル、完走ぶっ壊れ。で、守る。ぽかったっすね、最後。ホグだけ、気ぃつけて。ホグだけね。いや、ボムタワー素敵。フリーズとか来ると終わる。いや、マジ今フリーズ来たら終わってた。危ねえ。さあ、バレル刺さる。ちょっと怖いな今のはね。フリーズ警戒何かしら出すべきだった気がするけど。さあ、バレルぶっ壊れ、お疲れ。いや、危ないですね。ちょっとだけね。インドラ。インドラ。ちなみにもう、ゴルナイも、スケキンもいるトルタイなんで、チャンピオン。カンストゴルナイとか来てもおかしくはないですけどね。まあまあまあ、レベルがそんなすぐ育たんだろって話なんでね。さあ、あと2勝。相手のレベルも、4枚カンストね。いや、もう少なくて4枚カンストぐらいだな。さあ、あと2勝で6000です。いいね。レベル高いんでね、僕が。ああ、これネクロ確定演出つけてんな。このトロタイ、
8割方ネクロがいる。てかまあネクロかウィザードが入ってる率が8割か。ファルチェでもいいや。まあその辺のね、5個線距離がすげえいいんだよ。あのボンバー14レベルをね、ステイして何発で抑えられるのかって話なんだよな。許容してウィザードと巻き込まれない位置にメガネット出してフェニックスか。いや、ゴブリンバレルちょっと足してみる。よし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 。いやいいね、ファイブ防衛。おお、お兄さん、お兄さんフェニックス。いやマジ強すぎ鳥。さあフェニックスで何とでもなんな。これマジチートっすよね、本当に。フェニックスで全てアド取れます。カンストしてるからっていうのもあるかもしんないけど、まあ、弱点ゴルナイなんでね。そのゴルナイがやっぱいるけどね、まだ少ないんで、それは救いっすよね。さあちょっと冷静にボム置いとこう。よし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 。さあ相手も勝ったらね、6000だったんでね、そう簡単には6000いけませんよと。これ相手さ、お休みしたパターンあります。うん、守ってくるんかい。スケルトン部隊がうい。トロ6000、今のトロ6000のね、こう実力を知れるっすね。なるほどね、そうというぐらいそんな感じねっていうこう把握ね。レベル高いっすね。昔だったら6000とかもカンストとか絶対いなかったんでね。よいしょ、クララ7周年をね迎えたけどね、7周年目を迎えて、クララのねトロ6000ぐらいの相場をね今日で知ることができます。はい、まあ知ってどうすんねやって話なんですけども、はい、よいしょ、ウォールブレイカー追加、これいけるっすね。もうキングまで、まあよくなこうね、トロフィー何千行きたいんですけどとか、まあそれこそね、まあ、今だとむずいけどね、前だとね展開行きたいんですけどどうすればいい、展開行きますかとか、トロ6000行きたいんですけど、7000行きたいんですけどとか、3000行きたいんですけど、こうまあいろいろ壁があるわけじゃないですか。まあ結局はね、もうすべて許容です。全て許容なのか、ユニットの残し方、まあそれも全て許容につながってるんですけど、イリハーク、デフダークとかじゃないんですよね。さあこれからまあ一旦6000です。いかに防衛をね低コストで抑えられるか。さあゴブリンバレルカンスト、相手がゴブリンバレル出してきたのでそれをアーチャーで守ります。相手がプリンセスを出してきたのでフェニックスで守ります。おー、ちょっとやべえこれ、元気するか。やべえ、これミスった。やべ、ミスってる場合ちゃうな俺今。いやプリン強っ。いやちょっと待ってよ、プリンセス強い。いやーこのファイブ美味しい。うん、いやプリンセス強いな。乾燥してるからそらしよう。そうか、牽制してこう。インフィか、あもう枯渇のテンプレっすね。まあなんかネクロが紛れ込んでるんですけど、うん、さあまあ一回ねバレルを飛ばそう。しっかりね相手が攻めてきたのを守って
攻める、攻めたら守る、守ったら攻める、攻めたら守る、これをねしっかりやっとけばなんとかなるはず。負けるときっていうのはね、やっぱ攻めすぎで負けるのが多いと思うんですよね。そう、自分が今守らないといけない状況なのに攻めちゃってる、それをなくせば勝てると思うんですけど、守ったら攻める、攻めたら守る。さあ守ったんで攻める、よいしょ。守るときにねコストめっちゃ使いすぎてたら、それはねもう一回次も守んないといけないかもしれない。よいしょ。いやーこれは逃げ切れそう。最後飛んでくる、どうすん、よっしゃ。いやでも結構ダメージ、総ダメージ量的にはお互いトントンだったんで、なんか気づいたら削られてましたね。さあ来ました、ナイス6000、届くよね、超助かった。わーやってきた、でかすぎ。さあ無敗で6000です。トロフィーモードね、このトロモードだと無敗です。一応グラチャルとかはね負けちゃってるし勝ってるんで、勝利数とかも多分ぐっちゃぐちゃなんですけども、さあさあさあといったところですね。うわー、まあやっと6000ですね。6150まであと150、前回こっから負けてます。多分前回もこれぐらい余裕あったかな、どうだろう、ここまで余裕じゃなかった気がするんですけど、正直正直ここまで余裕ではなかった気がするけども、まあ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 それ置いといてね。ちょっと本当に6150が前回の更新なんでベストなんで、これね突破します。で突破するためにちょっとアリーナを上げないといけない。はい、で上げるためには、いやマジこれきつすぎるんですけど、これ36にしないといけなくて、36にするにはねユニレベいっぱい上げるしかないので、上げるためにはねゴールドとカードがいります。はい、そのためにちょっとグラチャラ潜ったりだとか、まあしてなんとか集めようと思うんで、またねしばらくの間、はい、マクサク休憩します。はい、一旦お休みさせていただきます。まあ、適当にくれまして、まず36になったらね、はい、戻ってこようと思います。なんで、ここで一つだけ、今までなかったんですけど、道具街でね、試合をします。はい、グラチャレに限るんですけど、グラチャレでカード集めるために、まあ、ちょっとね、プライベートの電車の時間だとか、空いてる時間にね、はい、カード集めやりたいので、ちょっとグラチャレだけやらせてください。動画街にはなっちゃうんですけど、まあ、配信とかでもね、できたらいいなとは思っています。というわけで負けたね、6500目指すときに会いましょう。では、大塚ちゃんでした。またね。